が誇るミドル級ファイター櫻井龍太、言うまでもなく元チャンピオンです。10月のここ後楽園大会では中村和弘を迎え撃つも判定負け、ミドル級王座から遠ざかってしまいました。もう一度チャンスをつかむためには今日は負けられません。41歳になりました櫻井龍太、トップロープを飛び越えてリングインです。ベテランチャンピオンを目指します。金原博光、アルコーダー、アルブランド、第2代リーグミドル級王者、櫻井龍太。そしてこちらも元チャンピオン41歳、櫻井龍太。ミドル級5分3ラウンドの試合を迎えました。向かって左側金原博光、そして右が櫻井龍太。ディープで戦い続けてきた櫻井、そして戦いの場を求めてディープにやってきた金原。今試合がスタートです。いきなり櫻井前に出ました。さあ、熊久保さん、はい、ミドル級で注目のこれベテラン対決ですね。そうですね、2人は2009年6月30日にディープ42ですね、で戦ってるんですがドローなんですよね、はい、今回決着戦ということになりますね。そうですね、左入った。さあ、そして得意のクリンチアッパー、タックルから倒します。桜井が上になります。ゴーノさん、やはり桜井はこの序盤のラッシュというのが一つ大きな武器ですよね。すごいですね。しかも40点まあ、今日はどうしても年齢の話が多くなるんですけども、大野さんもやはりこの辺りは意識される部分というのはありますか。まあそうですね、年いくかな思いますよね。さあ、大山さん、はい、2人のこの対決ご覧になってどうですか。40超えてこうトップクラスのコンディションを維持できるって本当すごいことなんですね、はい、いやちょっと勉強したいです、いろいろ、はい、この戦いから。つまりその年齢を重ねると試合を迎えるまでの調整というのもこれ変わってくるといいますか、はい、ずいぶん難しい部分も出てくるわけですか。そうですね、どんどんやっぱりコンディションというのは年齢重ねるごとに変わっていくので、はい、もうそう自分自身との戦いになってくるんですね、はい、それに打ち勝たないとこのリングに立てないので、はい、40超えてこの2人のコンディションは本当に素晴らしいですね。なるほど。まあ、そして熊久保さん、はい、2人ともこのベルトに対しての執念というのを持ってますよね。そうですね、櫻井選手も、ね、ベルト奪還ですし、金原選手は総合で、ね、ベルトに行きたいという思いが強いでしょうからね、はい、金原選手も、ね、この前のグラバガの大会での佐々木選手の試合とかすごくいいテクニック見せましたからね。そうですね、じっくりじっくり、まだハーフですね、はい、足が絡んでいます、まあ、でもこの櫻井選手を相手にやっぱ上をキープさせたくないですよね、あまり、はい、あ、ちょっと切れましたね、金谷選手。あ、そうですね、どこですかね、ちょっと目尻じゃないですかね、鉄があるようです。あ、マウントを取ります。櫻井がマウントを取った。ここでマウント密着しています。足入れてくるからね、足絶対入れてくるからね。ここからどうですかね、金谷選手マウント返す前と思うんですけど、はい、ブリッジ、あとブリッジ、ブリッジ、あと1回ガードに戻しました。そうそうそう、前前前前前前前、ハーフガードになります。半分、そうそうそう、じっくり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 、立ち上がります。大山さん、今のうまかったですね。うまいですね。ただ桜井ももう1回両下取りに行きますが、あ、すごい、金原起き上がります。首を取っている。大山さん、これは首はどうですか。そう、ちょっと浅いと思うんですけどね、肩の外側に手が入っています。はい、金原選手としてはやっぱじわりじわりとですね、こうやって攻めていって、はい、まあ、徳田選手のスタミナを奪っていきたいですね。反対に河野さん、これは桜井としてはしっかりと金原を寝かしたいところでしょうかね。そうですね、まだ背中がついていません。大丈夫だよ、それは大丈夫。
さあ金原右の目尻が切れています。桜井の手を抱え込んだ状態、体重をかけます。桜井もう一回押さっていきます。これは郷野さん、上になっている桜井としてはどうですか、パウンド行きたいんですか、どうなんでしょうかね。あっと首を取っていった、長いな、長いですね。今度は金原上になります。多分ハーフのまま感じで削ってきたかったんじゃないですかね。あーそうですか、残り時間1分を切ります。足が絡んでいます。今度は金原が上になります。ボディ顔面の打ち上げますね、はい、ハーフの状態。さあ大山さん、はい、今度は上になっている金原ですけども、金原はどうしたいですか。そうですね、やっぱりこの体勢をキープして削っていきたいと思うんですよね。残り30秒を切ります。さあ印象付けたい大きなパンチを打ちたいところでしょうかね。さあパンチと連打、金原がパンチを見舞っていきますが、立ち上がろうとする桜井、左フック、桜井も立ち上がります。金原さん、あ、失礼、おっと首を取っていった、金原がフロントショーク、金原がフロントショークいきますが、もう時間がありません。第1ラウンド、ここでゴングです。第1ラウンドが終了。あ、第1ラウンドが終了しました。え、大山さん、はい、どんな印象でしょうか。そうですね、最初の、まあ、桜井選手の圧力をしっかり、ね、切り返せる金原さんのやっぱりキャリアの凄さを感じましたね、はい。まあ、倒されてもこの一筋縄ではいかないというベテランのやはりこの強さといいますかね。そうですね、もう技術も素晴らしいけどやっぱメンタル面ですよね、はい、だから返せる精神力の強さ、はい、すごいです。そうですね。さあこちらは金原博光、ゴノさん、第1ラウンド5分間どうご覧になりました。まあ、途中攻守上下入れ替わって攻守入れ替わりましたけど、まあ、支配していた時間の差でやっぱり桜井選手が有利だったと思うんですけど、はい、金原さんが今の形で座らなかったですね。さあ第2ラウンドスタートです。椅子には腰掛けませんでした金原、パンチで出ます。お互いに打ち合いでしょうか。前後とパンチと連打、桜井、桜井のパンチ当たっている、ハイキック金原、お左から入っていく、右、そしてクリンチアッパー、これは熊久保さん、桜、はい、井得意の動きですね。そうですね、相手をね、あの注意して動きを止めての感じですね、はい、ボディも外入ってますからね。そうですね、ただ大山さん、はい、この前へ出てクリンチアッパー行ったところすぐ首を取りますよね金原ね。そうですね、切り返せるのがさすがですね、はい、さあアッパーからすごい、マラグリジャッパー、はい、彼女さんすごいですからね、はい、はい、まあ、熊久保さん、これまでもういったの戦い、そして、まあ、大きい外国人相手に戦ってきましたからね。そうですね、よほど無差別級だってましたからね、下からのアームロックを狙いに行きます。このアームロックもあいつの有形の真骨頂ですよね。これも得意の動きです金原。ただゴードさん、これあんまりアームロックこだわらない方がいいですかね。うん、そうですね、でも展開からしても考えてみると一発逆転狙いたいと思いますから、はい、そうなるとちょっとこれこだわると思うんですよね、バックを取ります桜井、元ミドル級のチャンピオンです。前回3年前の対戦ではドローでありました。今日は決着戦となるんでしょうか。バックを取っている桜井、あ、上になります、金原が上になる、金原が上になっていきます。しかし桜井も次に立ち上がろうとするところ差し合い、やっぱりあのこう桜井選手の方がこうより新しいものを取り入れようとしているというか、まあ、立つ動きが早いですよね、桜井選手と。金原選手どうしても、ね、あのガードが先になりますね、はい、さあそして回転して得意のアームロック、そして腕式から腕式か、アームロックから回転して腕式狙いに行く、
さあどうだ、桜井も立ち上がります。あ、上になりました、桜井上になります。見せますね、金原選手。はい、得意の動き、やはり熊久保さん、はい、もうこの体に染みついたですね。次のミドル級の王座決定戦、はい、亮とそして中村和弘の間で決定しております。そうですね、まあ、第一本的にその他の挑戦者は第一本的に与えられると思いますので、やっぱ踏みとどめたいですよね、これでね。まあ、しかしやっぱ金原選手はしぶといですね、はい、もうなかなかやっぱ攻めさせないですよね。おっと、あそう、フロントショック、桜井が取りに行きますが、入ってますね、フォロー入ってますか、はい、さあどうだ、残り時間がもうない、あ抜けた抜けた、抜けました、桜井上になる、桜井がマウント、桜井マウントポジション、もう時間がありません、あっ、ここでゴング、試合終了です、足で第2ラウンド終了です。失礼いたしました、第2ラウンドが終了であります。さあ第2ラウンドが終了しました、ではこのラウンド、ゴーノさんから伺いましょう。ゴーノさん、どんな印象ですか。やっぱり全体的に桜井選手がシャイをしていたラウンドだと思うんですけど、途中で見せた金原さんのあのアームロックからの上十字、あれ流れるような本当に一連の動きで本当に見事でしたね、惜しかったですけど、だからあれで関節が一歩に近いところまで行ったって判断すると、これこのラウンドどうつけるのかなっていうのが、うん、ちょっとポイントじゃないですかね。そうですね、うん、セコンドには石田光弘の姿、茨城チームです。大山さん、どうですか。やはりそうですね、桜井選手全体的に支配してたと思うんですけど、まあ、手が合いますよね、本当素晴らしい試合ですね、はいはい、さあファイナルラウンドです。この試合は3ラウンドルールで行われます。ミドルキックを出しました、金原、あと反対だ、ね、さあラウンド、しかし金原動きます、動きます、動きます。さあここからマットヒューズポジションでしょうか。パンチの連打、パンチの連打、桜井がチャンス、桜井チャンス、金原も動きを止めません。さあどうか、いやしかし熊久保さん、はい、金原動きますね。そうですね、やっぱダメージの回復がすごく早いんですよね、金原選手は、はい、そして肩固め狙いに行きます。桜井が肩固めを狙いに行く、さあどうだ、肩固めの体勢、これは大山さんどうですか。ああタッチだ、一本取りました桜井、3ラウンド一本勝ち。いやあのタフな金原選手一本で仕留めるのはすごいですね。これはしかし桜井としてもまあなんとも苦しんで掴んだ勝利でしたね、はい、そうですね、まあ、でもいつものみたいにね、本当に1打目でガーッといくんじゃなくてですね、やっぱこう緻密にあの相手を削っていって、で最後仕留めるっていうですね、なんかちょっと桜井選手心境強くしたんじゃないですかね。はい、試合タイムは3ラウンド46秒でありました。肩固めによりまして1本を取りました桜井龍太。あ、熊久保さん、はい、これでまあ先ほど話に出ましたけども、来年の2月にはミドル級の王座決定戦が行われますが、 そうですね、まあ、その後の戦いを当然これ見据えてということになりますよね、はい、そうなりますよね、まあ、やっぱこういう、ね、あの試合を勝っていくことがやっぱりその再チャレンジの、ね、道になると思いますので、あれはやっぱ金原選手から、ね、やっぱ1本を取るっていうのはこれは、ね、すごい勲章だと思いますよね。はい、はい、大きな価値のある一勝と言ってもよろしいでしょうか、はい、そうですね、42歳とそして41歳の対戦となりました。ミドル級の生き残りをかけた試合、2人が今笑顔で別れます。桜井優太が3ラウンド46秒肩固めによりまして金原博光から1本を取っています。見事勝利を収めました桜井優太選手に盛大な拍手を。